こんにちは。新古美術文大の谷部です。今日はですね、お客様から、たまにですね、問い合わせをいただく骨董品や美術品を売った場合に税金ってかかるのっていうところをですね、聞かれることがありますので、今日はですね、骨董品と税金について、お話をしていきたいなと思います。文大。はい、骨董品とですね、美術品を売る際に発生する税金としては所得税と相続税がございますので、まずはですね、所得税の方からお話をしていきたいと思います。実はですね、骨董品とか美術品を売る際に税金がかかるのはですね、一つのボーダーラインがあってですね、それがまあ30万円ボーダーって言われてるんですけども、基本的に1点で30万円以下の商品に関しては、税金はかかりません。しかし、1点が30万円を超えた場合っていうのは、譲渡所得としてですね、課税対象となります。あとですね、売却額が30万円を、超えた場合でも、課税対象にならない場合もございます。実際には経費や特別控除を加味した複雑な計算を行いますので、これに関しては国税庁のホームページを確認していただければなと思います。あとですね、譲渡所得には2つパターンがありまして、短期譲渡所得と長期譲渡所得っていうのがあって、所有期間が5年未満の場合は全額の所得金額とするというふうに言われてて、長期譲渡所得の場合は所有期間が5年以上の場合は半額の所得金額とするとありますので、例えばですね、5年以上所有している骨董品であれば、税金が安くなると考えていただいても結構なんじゃないかなと思いますので、例えば所有期間が5年に近いのであれば、ちょっと、売るタイミングを遅らせて、5年以上に、するということを検討してもいいんじゃないでしょうか。はい、次は相続税に関してですね、相続税には基礎控除があるために、相続税が発生する条件としては、3600万円以上の場合は、相続税が発生しますので申告が必要なんですけども、ただ骨董品で3600万円っていうのはなかなか、まあね、もちろんある家はあるんですけども、なかなかないと思います。相続税が発生するのは骨董品だけではなくて資産全体になりますので、例えば建物や土地、まあ多いのは貴金属とか宝石も含めて、3600万円以上の場合は、相続税のが発生しますね。というわけで、我々もよく資料の先生に呼ばれることがあるんですけども、相続される際はですね、まずその商品に関して鑑定というのが必要になってきます。骨董品の場合は購入した時の金額の価値ではなくて、今現在の価値を申告する必要がありますので、そういった場合は我々のような骨董業者が、お伺いをして、修行の先生と一緒に、その鑑定書というのをですね、発行させていただいて、今の価値を知っていただくという形になります。当時例えば100万円で買ってても、今の価値として5000円のものもありますし、当時、ね、1万円で買ってても100万円の価値があるものもありますので、しっかりとした、鑑定が必要になってきます。はい、というわけで今日は骨董品と税金についてお話をさせていただいたんですけども、我々もそこまでその税金に関して詳しいわけではないので、そういった場合は必ずですね、税理士さんとかにですね、相談して、相続だったりとかをしていっていただければいいんですけども、我々もですね、普段から相続関係で、税理士さんに呼ばれて鑑定をするということもやってますので、税理士さんとか弁護士さんでそういった案件があればですね、ぜひこちらまでご連絡いただければ、お気軽に、ご利用いただけるんじゃないかなと思います。